生はロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はーい。ていうかさ、事件、ピントが合わないぐらいの事件です。なんとこの私小原ブラス、今までね、ちょっと何度かちょっとテレビさ、ありがたいことなさせてもらってたんやけども、また新たにテレビの出演をしました。何のやつやねんね。今回はフジテレビになります。で、番組名がアウトデラックスっていう、絶対みんな知ってるよねって結構聞いたことある番組だと思うので、あのマツコさんと矢部さんとかが出てる番組ですね。で、一応ね、なんかもう収録は終えたんやけども、結構ね、なんか夢のような空間でした。だってね、左にマツコさんがいて、右に矢部さんがいて、南海キャンディーズの山ちゃんですね、山ちゃんさんがいて、さかなクンさんみたいなね、山里優太さんがいて、で、目の前に矢部さんがいて、で、もうなんか一緒に飲みながら会話するっていう。で、どんな内容かは言えへんけど、もうね、言いたいけど言えへんけどね、相変わらずの下ネタですわ。まあ、ちょっと、どんな感じになるかね、オンエア見てみるとちょっとわからんけど、結構自分の今までね、ここの YouTube でも言ってこなかったようなセクシャリティの部分だったりとか、セクシャリティの部分とかに触れてるので、ちょっとね、私という人物にちょっとでももし興味をいただける方がいたら、ぜひチェックしてみてください。新たなものが見れると思います。あ、こいつこういうクソやなこいつって思うかもしれへんけど、ちょっと見てみてください。ぜひ一応ね、木曜日フジテレビの11時です。とにかく夜11時に放送になりますので、ぜひ見てみてください。あー、また顔赤くなった。じゃあよろしくビンスキー。